ウクライナのゼレンスキー大統領は17日、北朝鮮によるロシアへの派兵について次のように述べましたゼレンスキー大統領は、軍の派遣は情報機関から得た情報だとしています。さらににすでに北朝鮮の将校が ロシアが占領領するるウクライナ領内にいると指摘しましまた。ゼレンスキー大統領は17日に出席した EU ・ヨーロッパ連合の首脳会議でこの情報について説明しアメリカにも伝えたと話しました。